チャオ、あっちゃんです。今日3月4日のあっちゃん家のお昼ご飯はね、焼きそばしてます。これをね、やんねんけども、これがね6玉あるから、ちょっと適当に作っていきましょう。豚さんね、昨日ねコスモスで買ってんけど、奈良に売ってない大和ポークが売ってた。大和ポークの切り落としを使いましょう。これをね半分使って、で作っていこう。キャベツがねもうないのよ。高いかなかな。あとで道の駅抜いてこう。ちょっとね、おちゃんキャベツが好きやから。買ったよかったな。昨日買ったよかったね。コスモスでね見てよかったね。ないの忘れてたよ。他府県のねこういうスーパーとかでも面白いね。コスモスって奈良にないねん。知らん。だからあっちゃんのね行動範囲にはないのよ。だからすごいテンション上がったね。面白かったね。テンション上がりすぎてさ、スーパーの中行ってレジのとこ行くまでエコバッグ持っていくの忘れて、向こうで気づいて、はい、作っていきましょう。安かったのコスモス。ありがたいね、あれがね、近くなると。被災インターやからね、うちからやと1時間半ぐらい。まあね、毎回買い物に行ける場所じゃないです。またね、今週ね、今日はもう疲れてるんで休みます。元気な時にね、ちょっとね、道の駅をいろいろ見に行こうかなと思ってね。下手なところね、もったいないんでやっちゃう食べます。これは入れすぎやな。ちょっと作りすぎやな。よけときます。こんだけぐらいは、ね、これ子供食べへんから、あっちゃんの分だけ。昼からね、道の駅見に行ってくるわ。と、宇田みどりと、昨日ね、鳥がね、なかったのよ。もう、行く時間も遅かったからやねんけどね、若鳥と、名古屋コーチに行っとってんけど、正面店、昨日そういう無添加の黒豆もやしがね、2袋で24円やって。安かったから、こうできてんけどね。これまだね、子供があんま食べてくれへんから、半分ぐらいでしょ。ちょっとね、もやしでね、なんか作ろうかなと思う。もうありきたりたもんやんから、めったに普通作らんようなもん。作ろうかなと思ってね、ちょっともやしで何か面白いもん作れへんかなと考えてみよう。だから、ちょっとこれまた考えましょう。はい。もやしと。ニラを、小松菜もね美味しいんやけど、入れても子供があんまり食べへんから、ほとんどあっちゃんの口に回ってくるよな。よいしょ。これぐらい。あ、人参がなかったんかな。色味ね、人参もあんまり食べへんから。
とんどあっちゃんにもあるかね、野菜はね、はい、こんなもんで一回ね、これね、納豆も入れたの、これ買いましょう、これ野菜ね、ホットプレートにお肉をね半分だけ使いましょう。ヤマトポークを、ヤマトポークね、これね、何本 400g で500円200円で100ちょい、結構リーズナブルでしょう、ね、こんなもんでいいかな、もうちょい使う、トマトポークあっちゃうの初めてじゃないかな、食べたことあるよ、それ、でもね、うちで食べるのは初めて、チャオ、あっちゃんです。今日はね、3月4日水曜、木曜日、あっちゃん昨日昼ごはんはね、昨日ね、コスモスで買ってたヤマトポークと、ヤマトポークと、ね、まあいろんなもの、もやしとかなんやかんやでね、焼きそばを作ろうかなと思ってね、これちょっとね、ヤマトポークにね、これちょっともらってきた牛脂、この前どっかでもらった牛脂、これをねさっと入れてヤマトポークを炒めます。ヤマトポークを炒めてね、これ炒めとる間にね、卵焼こう。これ昨日コケココで買ったなんだろう、ヤンキー卵、その間にこれね、肉をちょっとこの辺で炒めておきます。
なかなかの裏返すのは難しい。よいしょ、ここまで焼けてない。この端っこのちょっと熱が弱いね、ここね。この辺を移動して。ね、裏返しておいてね。フライパンがちょっと広くなるでしょうね。匂いが違うのがいいから、匂い香ばしい匂いがする。はい、卵。はい、あ、これまだかも。いいが。ああ、出てね、ここ。卵焼けたね。食べや。はい、どうぞ。まだこれね、半熟、まだ半熟。もうそろそろね、お野菜をいきましょう。うんこね、まだうんこ高いけどね。よいしょ、よいしょ。これね、あぐりの塩ね。今、サラサラっと入れてきます。これで下味つけます。んで、食べや卵。冷めんで。はい、こっちの方がよく焼けてるわ。そっちまだ半熟やわ。じゃあ卵を食べます。焼きながら、ね、うん、じゃあね、もやし止めれない半玉。下も全部行こうか。これ取ってたらね、楽やね。焼けばね、結構あって昼はね、こんな感じでゆるゆると行きます。ちょっと固めてね。
そばを入れていきましょう。全部いきます。卵が黄色いな。このはね、ケージ内なケージとか小屋の中で平飼いしてるみたいでね、そこからは見えへん。いい卵、やっぱ味が濃いな。